フレンチマン類層は、カナダ西部大石平野にある白紀後気、マーストリヒチアンの地層。現在のサスカチワン南部とアルバータ南部のサイプレスヒルズに広がる。1942年に GM4 ニバルによって記載された。フレンチマン川の路頭は、レーブンスクラッグとハイウェイ37の間で見られる。アメリカのヘルクリークイ層と同じく、 中世代の最も新しい時代恐竜を含んでいる。フレンチマン類層は、現在のサスカチワン南西部とアルバータ州南西部のサイプレスヒルズに位置する。最大約113メートルの厚みになる。フレンチマン類層は、マーストリヒト気候期の年代で、頂上は、生物年代の変わり目であるケーピコグラム境界に、接しており、イリジウムが見られる。初期の研究者は、 フレンチマン類層は、レイブン・スクラッグ類層の下に堆積していると指摘し、ケピコグラム協会によって両者は分けられるとした。この接触部分は、レイブン・スクラッグ類層の第一国単層の規定部になっている。フレンチマンは、侵食状態の不一致によって、仮層の地層から分離される。仮層は侵食の深さに応じて、ホワイトマット類層、バトル類層、イーストエンド類層、 そして、ベアッパウ類相と分けられている。年代は、スコラード類相株、ミロークリーク類相株、アルバータのコールスパー類相、そして、モンタナとノースダコタのヘルクリーク類相と同等である。ありがとうございます。